アルテルナティーバガレーガでエスケルダは2012年の州選挙を目指して結成されたガリシア自治州のガリシア民族主義政党アノーバイルマンダーデ・ナショナリスタガリシア統一左右区域ガリツヤエスパソイーコソショリスタコリーゴなどによって結成された地域選挙連合組織2012年2月のガリシア民族主義ブロックの分裂によるエンコントロイルマンデーニョとマイスガリサの離脱の後 両勢力のメンバーが入り乱れて、直衆議選を目指して集まった。同年3月に、映画選挙のためのプラットフォームの組織化を推進する、ことを決定、モベメントポラバセ、ガリサ人民戦線もそれに賛同し、アノウバイルマンダーでナショナリスタとして具体化した。その後ガリシア左翼統一の一部も合流した。一方 G は、ガリシア行動、 ガリシアエコ社会主義スペースと共に新組織を立ち上げ、コンプロミソポルガリシアと命名した。その後、やはり、BNG から離脱した、ガリシア民族主義党イコール、ガリシア主義党、エスケルダナショナリスタ、ガリシア社会主義スペースと、ガリシア左翼統一の一部、ガリシア主義民主党、アルテルナティーバポプラールガレーが、ガリシアの大地が合流した。その後の数ヶ月間、 ノバと CXG の合流、あるいは共闘の可能性が模索され、わずかずつではあるが進展していった。ノバは、より反資本主義的で、主権主義的で、CXG は、社会民主主義的で穏健派だったのである。直期議選が、前倒して実施されることが発表されて、ノバは、より広範囲な左翼の結集を、BNG、CXG、FPG、 EUIU に呼びかけた。イキガがツヤもまたこの合流に前向きな姿勢を見せた。CXG もノバに選挙連合での共闘を申し入れた。9月4日 EUIU は衆議選でのノバとの共闘の受け入れを発表。イキガがツヤもまた共闘への参加についてメンバー及び支持者に諮り、可決の後、選挙連合への参加を決定した。当初、選挙連合の名称は、 アルテルナティーバがレーガとすることになっていたが、この名称は別の政治組織によって登録されていたため、アルテルナティーバがレーガでエスケルダへ変更することとなった。選挙連合への参加を表明していた CXG は最終的に単独で選挙に臨むことを決した。CXG の不参加を受けて CXG に参加していたガリシアエコ社会主義スペースは、 CXG を離脱し、アルテルナティーバがレーガでエスケルダへの参加を決めた。2012年10月21日に実施された衆議会選挙の結果は、得票20101票で9議席を獲得、議会第3党となった。ありがとうございます。